テレトビズ。中東イエメンの首都サヌアで19日群衆事故があり、地元メディアによりますと少なくとも78人が死亡し13人が重傷となっています。事故は商人たちが貧しい人々に支援金を配っていた際に起きたということです。イエメンは内戦下にあり、サヌアは親イラン武装組織フーシ派が掌握しています。フーシ派のメンバーが群衆を制御しようと空中に銃を発砲したことで人々がパニックに陥り、折り重なるように倒れ始めたとの情報もあります。